チャンネル登録と高評価とコメント欲しい。どうもどうも、かくさんやで。なあなあみんな、かくさんスペシャルとすけさんスペシャル、どっちが良かった？拙者やんな。なあなあなあ、拙者やんな。もちろん拙者やんな。え、今日はお出かけ動画？それより拙者、あのおバカさんは置いておいて、私はお出かけいたします。さあ行きましょう。結局お留守番なんですよ。拙者の質問を無視してお出かけせんといてくれへんかな。もうええわ。まだ解説出すもん出さなやらんからな。なあご長男様。てか楽しそうな顔しとんな。みゆみゆ様はなんか複雑な顔しとんで。さてさて、そうこうしている間に目的地が見えてきましたよ。なあ、今回どこ行くん？君マロ？黒マロですよ。こちらは入り口から撮影しております。朝早くだというのに、かなりの車が埋まっていたようですよ。なあなあ、やっぱりご長男様足短いで。こちらは道の駅ですね。そして今回お邪魔させていただいた茜色さんです。記載されているようにレンタルキッチンを利用されております。イベントネットでしか手に入りませんので、とても貴重ですよ。私たちは食べていませんよ。これは私が説明しましたよ。ぜひご覧ください。楽しそうで良いですね。二部作品です。めっちゃうまそうやんけ。レモンやってジャム、凝ってるな。美味しそうやな。食べられへんの？ひどいご主人。我慢できませんでした。何ですか？私に何か用ですか？拙者に言うことあるやろ。え、私は何もしていませんが。嘘つけやお前。クッキー食っとったやないか。拙者に言うことあるよな。ごめんなさいやろ。悪い私がごめんなさいって言うんやろが。言わんかい。このおたんこなすばーって。誰がおたんこなすですって。このすらとんかじめ。いい加減どちらが上か決めましょうか。言うたな。ほなそっちのすけさんスペシャル、再生回数はええけどコメントが全くないやないかい。あなたはバカですか。再生回数が全てを言うのですよ。まったくあなたと話していてはらちが明けませんね。聞いてくださいよご主人様。え、クッキー食べたからご飯なし。皆様、理不尽というものは社会のつきものです。共に頑張っていきましょう。